羽生結弦、国別対抗戦の自身の演技を評価、4回転半に続く道を示す。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。4月16日、世界フィギュアスケート国別対抗戦の男子フリー、羽生結弦は苦しい中で戦い抜いた。3月の世界選手権から続く肉体と精神の疲労や気持ちのずれ、同日昼の公式練習でもそうした雰囲気を漂わせていた。羽生は間を取りながら一本一本のジャンプを確かめるように飛んでいた。練習時間の中盤、つなぎの滑りからの4回転ループを飛ぼうとした際に、滑る予定のコース途中に他の選手が入ったり、近づいたりし、思い切って飛べない状況が連続。それが5回ほど続き、一本も飛べないまま曲掛け練習に入った。曲掛けで最初の4回転ループは決めた。しかし、次のサルコウはやや抜けた感じで2回転にとどまった。後半のジャンプについては、4回転トーループプラス3回転トーループを飛んだ後、2本目の4回転トーループは着氷を乱す。トリプルアクセルを3連続ジャンプにしたが、最後のサルコウは2回転に、どこかリズムに乗り切れないまま、練習を終えていたのだ。それでも演技前の6分間練習では、時間をうまく使い、残り1分のアナウンス直前に4回転ループを決めた。そして、5番滑走の本番。最初の4回転ループを着実に降りたが、次のサルコウは1回転になってしまった。4回転サルコウは、かなり慎重に行きました。形も悪くなかったと思うんですが、不運と言いますか、練習で自分の飛んだ後にできた表情の穴に思い切り入ってしまったので、どうしようもなかったんです。自分はリンクの同じところで飛べるんです。だから穴にはまって突っかかってしまうことが結構あります。滑るコースを正確にコントロールできることが羽生の強みであり、GOE、出来栄え点で5点近い綺麗なジャンプにつながっている。その特性があるからこそのミスだった。その後、トリプルアクセルプラス2回転トーループから立て直したハブ。だが前日の SP では、これぞハブと思わせる、綺麗な細い軸で飛んでいた4回転トーループがやや乱れた。1本目の連続ジャンプのセカンドは、高さのないジャンプになって2回転にとどまり、3連続ジャンプも最後の3回転サルコウの着氷で少しよろけるミスが出た。それでも最後のトリプルアクセルは高さがあるジャンプにすると、これをシークエンスと2つのスピンは感情のこみもったキレのある滑り。シーズン最後の演技を締めくくった。得点は 193.76 点で203点に乗せたネイサン・チェン。アメリカに次ぐ2位。羽生は悔しい気持ちはもちろんありますが、世界選手権を終えて2週間。正直、普通の生活ではなかったです。食事も普段通り取れなかった。そんな中、よくやったと言ってあげたい内容だったと思いますと振り返った。特に自身で高く評価していたのは、公式練習から苦しんでいたトリプルアクセルを最後の単発ジャンプでは仕上げたことだった。表現としてスピードを抑えているが、その中で自分でも力みを感じることなく、非常にスムーズに軸に入って高さもあるいいジャンプだった。今できる自分のベストのトリプルアクセルだったと思います。そして、トリプルアクセルへの思いをこう説明した。世界選手権を含めた2試合ではトリプルアクセルがあまりにうまく決まらなくて、すごくショックを受けていました。悔しかったというか、何かトリプルアクセルに対して、すごく申し訳ない気持ちでいました。だからこそ今日は、最後の最後は、と、もちろん世界選手権の記憶が被りましたけど、絶対に綺麗に決めてやるんだ。4回転半に続く道をここで示すんだという気持ちで挑みました。フリー曲、天と地とは昨年12月の全日本選手権で、初演ながら強い決意を感じさせる滑りを披露した。会場全体を埋め尽くす濃密な空気感を作り出した演技はあまりにも強烈な印象を与えられた。それと比べれば、3月の世界選手権と今回の国別対抗戦の演技は、彼自身、決して満足できるものではなかっただろう。羽生は、今シーズン初め、全日本に滑ったようなフリーがしたかったという気持ちは強くありますと話し、続けた。不運なミスがあったとは思いますが、最後の最後までこのプログラムに寄り添った。世界選手権とは違い、このプログラムの曲を感じながら、そして皆さんの鼓動や呼吸、
祈りだとか、そういうものを感じながら滑ることができたので、ある意味満足しています。3月下旬の世界選手権から今大会までの4週間は、自主隔離期間も含めてこれまでに経験のない環境で戦ってきた羽生。その間に蓄積した精神的な疲労もこれまでにないものだった。彼が口にした、満足していますという言葉は、未曾有の状況を戦い抜けた達成感なのだろう。穏やかに話す羽生の表情から、そんな思いが伝わってきた。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。